ベニスはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス西部の一地区。サンタモニカとロサンゼルス国際空港の間に位置し、東はカルバーシティ、西は太平洋、南にはマリナデルレー、北はサンタモニカに面し、マリブに通じる。日本ではベニスビーチと呼ばれることが多い。目の前に広がるビーチのほか、運河とオーシャンフロントウォークでのパフォーマンスで知られる。 ビーチ沿いには、たくさんの土産物屋や露店が立ち並び、砂浜に生えるヤシの木、建物の壁に描かれたグラフィティなどと相まって、いかにもカリフォルニアという雰囲気を持つ。そのため、ロサンゼルス周辺でも代表的な観光スポットの一つであり、様々な映像作品の舞台となってきた。ストリートボール、サイクリング、インラインスケート、 スケートボードなどを楽しむ人々の姿が見られる。また、ビーチには年間を通じてサーファーの姿がある。南カリフォルニアにおける芸術の中心地であり、多くのハリウッド映画俳優やミュージシャンが居住する。ビートニクヒッピー、ボヘミアン文化の中心地でもあり、ギャラリー、LA ファッション、グルメレストランなど人気のショップが多数並んでいる。 市外局番は310と424、郵便番号は9291。19世紀前半、メキシコの保護領だった当時は、のどかなフィッシングリゾートとして知られていたが、ゴールドラッシュ以降、世界中から押し寄せたならず者たちによって治安が急速に悪化。共産主義者のウォルター・トンプソンが住人をまとめ上げて、自衛団を結成したが、アメリカ政府が送り込んだ軍隊に制圧された。 1891年、タバコの販売で財を成した富豪アボットキニーが海岸沿い一帯の土地を買収、オーシャンパークと名付け、まずは現在のサンタモニカにあたるエリアをリゾートタウンとして開発した。1904年、オーシャンパークから撤収したキニーはネイビーストリートより南側の湿地帯の開発を始める。現在も残る、運が1905年7月4日。 イタリアのベネツィアを模したベニス・オブ・アメリカがオープン。湿地を干上がらせるための運河が何本も作られ、大きな桟橋はベネツィア町にデザインされていた。桟橋には劇場、レストラン、ダンスホール、アーケードなどがあり、ミニチュアの鉄道やゴンドラなどのアトラクション、コテージなどの宿泊施設まで用意されていた。1910年、桟橋のアトラクション施設を大幅に増強。 1911年、正式名称として、ベニスと名付ける。この頃、3000人ほどだった人口は、急速に増加し、すぐに1万人を突破する。また、毎週末には5から15万人の観光客を集めるようになった。1920年11月、豪腕を振るった、キニーが死去、経営の悪化が始まる。さらに6週間後には桟橋が、火事によって焼け落ちてしまう。 オーシャンパークで2本の桟橋が人気を集めており、これらに対抗すべく焼けた桟橋がすぐに再建された。新しいアトラクションは当時の西海岸で最良のものであり、再び多くの観光客を集めるようになった。1923年、新しい桟橋が2つ建設された。1925年、急激な人口増加に対応できず、 道路や上下水道などの整備が困難になる。選挙の結果、ベニスは、ロサンゼルス市の一部として併合された。1929年、ディズニーランドを優遇したロサンゼルス市は、ベニスの発展を望まず、インフラ整備の一環として、ほとんどの運河を埋め立て、道路とした。さらにワシントンストリートの南側周辺で油田が発見され、 450カ所で採掘を行った結果、残っていた運河に大量の土砂が投げ込まれた。これらの油田は1970年代まで産出を続けた。1946年、老朽化した3本の桟橋が取り壊された。1950年代まで、ロサンゼルス市はベニスに財政をほとんどかけずに放置したため、もはやビーチリゾートではなくビーチスラムと化していた。 高級住宅地として再開発が進んだサンタモニカとは対照的にベニスでは管理会社の倒産や放火などでイメージも悪かった。しかし安い住宅が多く、ホロコーストの生き残りを含むヨーロッパからの意味や若い芸術家、ビートニクラ個性的な住人を集めることになる。70年代に入ると伝説的なスケートボードチーム Z ボーイズのホームタウンとして再び脚光を浴びた。 南カリフォルニアで最も鮮烈で、エキセントリックな魅力を持ったエリアとして、多くの人々を集めつつ、以前と変わらないリベラルな伝統を引き継いでいる。住宅の玄関は歩行者専用道路に面し、駐車場が裏口にあることが多い。道路幅が狭く周囲の交通量が多いため、渋滞が頻発する。パフォーマーオーシャンフロントウォークがビーチと平行に伸びる。ハンドボールコート。 パドルテニスコート、バレーボールコート、サイクリンロード、ストリートボールコートなどがある。特に、ストリートボーラーのレベルが非常に高いことで知られ、数多くの NBA プレイヤーを輩出している。様々なダンス、楽器の演奏など様々なパフォーマンスも見られ、通行人の目を楽しませている。ビーチの南端には、長さ400メートルのコンクリート桟橋があり、主にフィッシングに使用されている。 1964年に完成し1983年のエルニーニョの影響による嵐で破壊されたが、1990年代半ばに再建築された。2005年末にも波によってダメージを受け、半年近く閉鎖されていた。ビーチ北端からサンタモニカに至る堤防の周囲はサーフスポットとしてよく知られている。屋外トレーニングジムの近くで5月の 最終日曜日のメモリアルデー戦没ボ兵追悼記念日、7月4日の独立記念日、9月第1月曜日のレーバーでの年3回開催され、男、女、マスターズのボディビル部門、フィジック部門、フィギュア部門、ビキニ部門に分かれビーチに似合う体を競う、カリフォルニア最大級のアマチュアコンテストでアメリカ合衆国内だけでなく、国外からの参加も多い。 現在もダウンタウンが古いまま姿を残す。ナイトライフが盛んだった1920から1930年代にはロサンゼルス中から派手な客を集めていた。1960年代からはヒッピー文化の中心地の一つとなり、たくさんのバー、ナイトクラブ、画廊、最先端のアパレルショップなどが立ち並んだ。元カリフォルニア州知事で俳優のアーノルド・シュワルツェネッガーが、 ボディービルダー時代に通ったゴールドジムの1号店が現存し、今日でもフィットネス、ヨガ、ボディービルのメッカとして知られる。多くの映画や音楽などの題材、舞台となっている。ありがとうございます。